ここがキッチンね。さて、何から始めましょうか。ほら、自分の後ろやのに、ここがキッチンねとかいう状況よ。大丈夫、作れる？あ、次またあれか。ピーチ姫のターンか。ピンク、ねえ、そろそろ見張りの人たちも仕事を怠ける頃だわ。そんな頃があったらいかんくない？捕まえとんのにさ。こっそり出かけてみましょう。マリオの役に立つ情報を見つけられるかもしれないわ。あの隠し通路を使っても大丈夫でしょうか。クッパもそろそろあの通路に気づいてもおかしくないと思うんですけど。え？まだ気づいてないの？前回さ、ちょうどあの隠し通路使って出たところにおらんかった、クッパ。ピーチ姫が出てきた時には見てなかったんかな、ちょうどは。大丈夫よ、ティンク。クッパはまだ気がついていないわ。アホすぎるやろ。怖そうに見えて意外と抜けてるのよね。勇気を出していきましょう。じゃあまたこれっすね。よし。行こう行こう。でも、ま、こういう風に回ってきて、ここにクッパたちおったわけやん。なんか部屋の内装変わったなとか思わんかな。ちょっとそこに暖炉あったっけみたいな。そんなことまで別に覚えてない感じか？どこに行けばいいんやろ。あ、そっか、ここなんかおったな。見張りだらけ。でも特に、何もない。見つかった！あ、ピーチ姫！お部屋から抜け出されては困ります。申し訳ありませんが、お部屋に戻っていただきます。でも、見張りの子たちもちゃんとなんかあれなんよね。話し方が丁寧なんよね。敵側のはずやけど。大丈夫ですか、ピーチ姫。平気よ、ありがとう。もう私言ったらドジね。どうして見つかっちゃうのかしら。次はきっと大丈夫ですよ、ピーチ姫。よし。てかさ、多分部屋の真ん前には見張り立っとると思うんやけど、部屋から扉を通ってないのに出てきとるっていうことに何か疑問は感じないのだろうか。ほら、いっぱいおるよ。ちょっとこっち行ってみよう。ん？お前は誰なのね？何何何？あ、グルメ兵法や。私はピーチ姫。あなたは？かわいい。ピーチ姫だったのね。僕のことはみんなグルメ兵法って呼ぶのね。ピーチ姫がお部屋を抜け出したのをクッパ様に報告しなきゃいけないのね。おう。てか、あの後、飛んでここに帰ってきとったんやね。でもお腹ペコペコの僕に美味しいものを食べさせてくれたら特別に内緒にしておくのね。お腹ペコペコ？ケーキを食べさせたのに。だからピーチ姫、お料理作るのね。作ってあげてもいいけど、材料も道具もないの。ピーチ姫って料理できるんかな？絶対せんやん。それなら心配いらないのね。この下の階にキッチンがあるって知っているのね。そこでお料理すればいいのね。はい、これ。下の階に行く扉の鍵なのね。これでキッチンに行けるのね。食べ物が食べたいがために、鍵くれたけど、こんなやつに任しとったらいかんやろ、鍵の管理。お城の鍵をもらった。キノコ城の錠前を外せる。鍵かわいいな。じゃあ、美味しい料理を待っているのね。そうそう。下の階にも見張りがいるから、見つからないように気をつけるのね。優しい。めちゃくちゃ協力的。ご飯を食べることに対してなんやろうけど。はい。絶対みんな、視野狭くない？見えとるやろ、あんなの。この光の範囲に入らんかったって見えとると思うんやけどな。位置的にここかな？下の階。ま、真下ではないかもしれんけど。いや、合ってる。キッチンや。こういう感じなんやね、お城のキッチン。ここがキッチンね。さて、何から始めましょうか。ほら、自分の後ろやのに、ここがキッチンねとかいう状況よ。大丈夫、作れる？あ、レシピ？ピーチ姫、ここに料理の本がありますよ。これをお手本にしませんか？ふんふん。どう？ティンク、何か美味しそうなもの載ってる？
ちょっと待ってくださいね。これなんてどうですか？スペシャルいちごケーキです。え、あの時ケーキ食べてまたケーキ食べるの？美味しそう。それを作りましょう。大丈夫？難易度高くない？ケーキとか。ティンク、作り方を読んでみて。いいですか？よく聞いてくださいね。まずは、何？ミニゲームが始まりそうな予感がする。私が作らんといかんってことよね。ストーリー上じゃなくて、きっと。砂糖と卵をボールへ入れるということからです。砂糖と卵をボールへ。ではピーチ姫、やってみてください。それができたら次のステップに進みますので、僕に声をかけてくださいね。砂糖、どれ？これ？バターやった。これは？ミルク。あ、この辺か？塩。砂糖。砂糖。砂糖を持ちました。砂糖と卵。なんかこの卵尖ってない？新鮮な卵です。できたよ。できました？はい。じゃあ次のステップに進みますね。ボウルに入れたものをかき混ぜて泡立てるということです。あ、現実ではこの辺がすごい難しいよね。めっちゃ力使う。いいですか？僕が合図してから10秒間でなるべくたくさん A を押してかき混ぜてくださいね。おー、A 連打。用意はいいですか？スタート。どう？いける？ちゃんと。どれぐらい連打必要なんやろ。お、10秒経った？はい、そこまでです。どうです？うまくできましたか？多分ちゃんと泡立ったかな。じゃあ次のステップに進みますね。小麦粉とバターをボウルへ入れるということです。ではピーチ姫、やってみてください。それができたら次のステップに進みますので、僕に声をかけてくださいね。小麦粉。はい、最高の小麦粉。美味しいケーキができそうです。いいね。で、バターこれやったっけ。よし、最高級のバター、とてもいい匂いです。よし、で、また混ぜるの。できました？はい。ではボウルの中身をさっくりかけましてから型に流し込んでください。ほうほう。あ、ここは自動なんや。そこは私がやるんじゃないんですね。うんうん。次のステップに進みますね。作った生地をオーブンで30秒間焼くということです。ではオーブンの前に行ってください。うんうん。これっすね。 A で生地をオーブンに入れて焼きます。30秒経ったと思ったら、もう一度 A を押して焼き上がった生地を取り出します。あ、そういう感じ。感覚ね。30秒。やり直しはきませんから注意してくださいね。じゃあオーブンに入れてください。ふう。1、2、3。28、29、30。よし。早い？そんなもん。できましたか？はい。では、できたスポンジをテーブルの上に置いてください。で？さあ、これで最後です。クリームを塗ってから、いちごで飾り付けをしましょう。できたら僕に声をかけてくださいね。ふんふんふん。クリーム、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 これ。とてもふわっとしています。クリームはもう出来上がっとるクリームなんやね。よ。あ、下まで塗らんタイプ。そういう、いちご。真っ赤ないちご、キラキラして美味しそうです。よし。完成？か？できました？はい。やったー！完成ですよ。さあ、それを持ってグルメ兵法のところへ行きましょう。よ、これでまた監視の目をかいくぐっ、あれ、秒でついたけど。自動で。お待ちどうさま。
お、お待ちかねだったのね。どうかな、ちゃんとできたかな。時間の部分だけ不安やけど。いただきますのね。一口。お、お、お、あん時と一緒やない？デリシャス。うますぎる。もうすごくない？ピーチ姫。そんな美味しいケーキ作るって。キャシーさんに匹敵するんやん。ふう、とっても美味しかったのねん。こんな美味しいケーキを食べさせてもらえて幸せなのねん。お礼にいいことを教えるのねん。なになに？推しの姓のうちの一人は、南に浮かぶ島、ジャンブル島のグツグツ火山に捕らえられているのねん。お、次は火山。マリオに教えてあげるといいのねん。めっちゃ親切。でもファイアパックンっていう大きな怖い怪物が星の背を見張っているのねん。次火山か。なんかあれじゃない、なんか炎系の敵の攻撃を減らせるみたいなバッジあったよね。お、活躍する時が来たか。気をつけないといけないのねん。僕マリオは嫌いじゃないのねん。だから教えるのねん。いい子だな。クッパ顔はああいう子を放置してていいのかい。ピンク聞いた？ジャンボル島のグツグツ火山ですって。推しの精がそこに捕まってるそうよ。大急ぎでマリオさんにお知らせしなくちゃいけません。そうね。ピンク、いつもお願いばかりで悪いけど、マリオに知らせに行ってくれる？もちろんです。任せてください。では、行ってきます。お、さっき大声を出してたのは誰じゃん？静かに旋回。グルメ兵法の声が。ん？ピーチ姫か。静かにしなくてはいかんぞ。だいたいピーチ姫は囚われているのじゃから、もっとおとなしくして。ん？ピーチ姫がなんでこんなところにいるのじゃ。気づくの遅い。誰かおらぬか。ピーチ姫を捕らえるのじゃ。うわ、また来たよ。また連れてかれた。で、新たな能力は？ふう、やっぱり外の空気は美味しいね。あんなところに閉じ込められて運動不足になっちゃったよ。活発そうな子だね。僕の名前はニール。マリオくん、君のおかげで助かったよ。今度は僕が君の力になる番だね。それ。お？マリオのスターパワーが4になったぞ。あ、そっかそっかそっか、パワー自体も、アップするんやっけね。マリオは力を抜いてという星の精の技を使えるようになった。力を抜いては敵全体の攻撃力を下げる技だぞ。おー、いいやんいいやん。アカリンのさ、このマリオの攻撃力をアップする技と、このスターパワーの力を抜いて合わせたらめっちゃいけるんやない。ピンチになったら一戦僕を呼んでくれたまえ。いつだって追いすぎて君たちのところに飛んでくるよ。この技の能力をアップするみたいな、システムが欲しいです。回復量を増やしたいです。さあ、そろそろ僕は懐かしい星の国へ。お？マリオさん！あ、初めてじゃない？星の生徒、ね、ばったり、みたいなの。マリオさん、マリオさん、役に立ちそうな情報を。あ、星の生様。いや、確か君はティンク君だったよね。最近星の生まれる谷から星の国に来たばかりのフレッシュなヤングボーイだ。ちゃんと把握してる。え、僕の名前を覚えてくれてるんですか？ははは、もちろんだよ。僕らは家族みたいなものだからね。僕感激です。だってめっちゃ偉い人やろ。要は星の生たちって。ははは、大げさだな。それよりこれからも頑張ってくれたまえ。それじゃあ僕はもう行くよ。グッバイ、ティンクくん、マリオくん。帰ってった。あと3人か、頑張ろう。うわー、星の精様とお話ししちゃいましたよ。こんなチャンス、星の国でもめったにないんです。嬉しいなー。新人のティンクが。あ、すみません。大切なお話があるんでした。ピーチ姫と僕が手に入れた情報によるとですね、なんでも星の精様の一人が、ジャンボル島にあるグツグツ火山に捕らえられているらしいんです。この情報を手に入れるのに、ピーチ姫はとても頑張ったんですよ。料理を。
マリオさんのお役に立てるといいのですが。それじゃあ僕はまた、ピーチ姫のおそばに戻ります。マリオさん、頑張ってください。僕もピーチ姫と一緒に、お役に立てる情報をもっと探してみます。ってことで、あれだね。このバッジの、どれやっけ。これか、アイスの力？火の敵への攻撃力が2アップする。あ、そっか、相手のダメージを減らすわけではないんか。こっちの能力が上がるっていうこと。攻撃力2アップ。まあ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 、でも使えそうな感じがする。よ、おそらく。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、あ、もうすぐあれやね、レベル上がりそうな感じするね。次どうしよっかなー。ハートか、フラワーポイントか。でもな、フラワーポイントなくても別に勝てるけど、ハートなかったら負けるもんな。そこちょっと微妙なところよね。ハートかな？悩む。